ひじててて、どうもサグワです。前回無印の1万円買う動画でも、言ったんですけど、次はカルディ買ってくるぜって言って買ってきました。じゃじゃーん。1万円買おうと思ったんですけど、カルディ1万円分買うのマジむずい。カルディって高いと思った。うん、なんかそんな高くないから、一個一個が缶っていうか感覚で、あ、こんぐらいで1万円いくでしょって買ったら5000円ぐらいだった。何から紹介していこうかな。じゃあこのチーズ系から。地鶏、これで多分200円ぐらいだったかな、一つ。俺地鶏大好きだから。こしあん、ネガキンさんにこの猫猫食パンってやつもらったんですよ。なんかこれ練乳とか生クリームとかチーズとか入ってる、なんかバズってんだよねって、なんかフレックスしてきたパンでいただいたんで、こしあんつけて食べたいと思います。えらいためない人ってやな。うん、チェダーチーズとチーズが入ってるソーセージ、最高。一回なんか朝ごはん作る動画でチーズが入ってるソーセージ食べたんだけど、めちゃめちゃうまかったから。え、それ同じか。同じじゃないけど買いました。しっかり冷麺も買いました。無印の冷麺は食ったけどマジうまかった。ということで2つ。はい、じゃじゃん。パインシャーベット、これめっちゃ懐かしくない？小学生の頃とか生協でよくお母さんが買ってくれてた。どうやって開ける派？どうやって開けるって、いや膝でポンって。ああ、そうです。はい、こちらじゃこご飯、これ入れて炊き込みご飯できるやつかな。アヒージョ、コストコで冷凍エビをたくさん買ったんで、いっぱいエビがあるんで、これでアヒージョして食べたいと思います。で、ついでにこれライスペーパー、生春巻きやろうかなと。今動画でやります。俺エビ大好きだから最高。汁なし台湾ラーメン、こっち気になったから買った。絶対まずいよな。まずいの？マッシュドポテト、これは優香ちゃんに勝手に入れましたね。マッシュポテト最高やん。マッシュポテトか。あとこれしじみだし醤油、なんかしじみへの信頼性高いからな、これ。あとこっからお菓子ゾーンかな。あ、これ絶対うまいと思って買ったポテトスナック。あとこれクッキーかな。最高。あのロサンゼルス行った時にこれのチョコチップクッキーみたいなを食べたんだけど、それがめちゃめちゃうまかったの、そのシリーズ。けどちなみにこれはドンキーでも売ってます。これさつまいもスティックっていうのかな、スイートポテトスナックみたいな。これも絶対うまい、ポテト系は絶対うまい。あ、これも買った。桃の恵み、果汁 100% 絶対うまいな。べっこう飴、俺もべっこう飴大好きだから。そしてラスト、じゃじゃーん、レモネードベース。これを水で割ったらレモネードでいつでも飲める、最高だよね。これで、ね、5000円ぐらいかな。安いよ。うん、結構買ったもんな。これで多分当分は美味しいご飯を食べれる。あ、じゃあこれ食べよう。あー、あれ、うわ、それあかんわ。うわ、最悪だ。うわ、やったわ、完全膝で割んないとダメなんだよね。おい、来た。はい、最初の味が濃くてさ、汁チューチュー吸いすぎてここら辺ほぼほぼいないよな。子供の頃の気持ちがよみがえるわ。カルディおすすめ商品って調べてみた。レモネード入ってそうや。あ、ドライマンゴーとかが人気なんだね。あ、ミックスナッツとかタッカルビとか。うーん、スーパー売ってるよ。ティムタム、マジティムタム知ってる？うん、なかったよな。なかったなかった。これオーストラリアのお菓子だよね。美味しいよな。うまいわマジこれ。悪い甘さするよな。うん、わ、パンダ杏仁豆腐って入ってる。え、やっぱ美味しかったんやん、言ったやん。パンダ杏仁豆腐ってやつがあったの、これが売ったって、店員のおすすめみたいなの書いてあって、めっちゃおすすめだよこれって言ってたから、いやちげえよって、これ在庫いっぱい買っちゃったからおすすめって言って売ろうとしてんだよって言ったけど、ちゃんとおすすめって書いてあるわ。わ、俺が買ったやつ一個も入ってないおすすめに。センス悪。どのサイトもダメだ。俺の動画が一番おすすめできるわ。食べれないのにおすすめすんな。じゃあ次は何爆買いしてこようかな。GU 攻めちゃう？え、佐川くんが GU の服着てほしい。絶対変やで。俺は GU 多分まあ買ったことあるよ。GU ってなんだかんだ言ってさ、ちゃんとしたブランドもんとかもあるじゃん。うん、そういうの買ったことあるけど。ちょっと GU でも行ってこようかな、じゃあ。